どうもシートです。さあ今回もイフトボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はアーセナルの CS ガチャの当たり選手ランキングの動画の方を撮っていこうかなと思います。まあ、今回のアーセナル CS は人によっては微妙やけど、人によっては相当いい、そんなガチャになってるかなって感じがしますね。まあ個人差がかなりはっきり出るでしょう。で、評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。では今回は1位から8位全選手見ていきましょう。まずは8位ロブホールディングということで、身長189センチ、右利きのビルドアップのセンターバックですね。まあこの選手に関しては純粋に能力値が足りないかな。まあスピード、瞬発力とかフィジカルもそんな高いわけじゃなく、守備能力もまあぼちぼちぐらいしかないんで、まあこれだと正直使わないかなって感じしますよね。足元能力も全然低いんで、まあ良さが正直ないかな。スキルはヘッダー、マンマーク、インターセプト、スライディング、タックル、エアバトル、ブロッカーと、まあほぼ持ってくれてるんですけど、 TS100 の能力でも大体こんな感じなんで、まあさすがに使わない方がいいかなと。では次7位はラムズデルということで、身長188センチ、右利きの攻撃的ゴールキーパーの選手ですね。まあこの選手に関しては能力値はまあところどころいいところはあるんですよ。ジャンプが結構高かったり、コラプシング、ディフレクティングが高いんで、まあそこそこはセービング力あるかなって気はしますけど、身長188センチなんで、まあめちゃくちゃ高いっていうわけではないし、何より波が普通なんで、ライブアップで C の時とかはちょっと使えないかな。ゴールキーパーは小さいであってほしいね。まあ一応スキルは低弾道パントキックを持ってますよと。で TS110 の能力はだいたいこんな感じで、下2つはね相当いいんですけど、まあ GK センスからクリアリングにかけてそんな高くないところであったり、さっき言った波普通っていうところがちょっと微妙かなと思います。じゃあ次6位はマルティネンリですね。身長178センチ、右利きのインサイドレシーバーということで、まあこの選手は総合値93ってなってますけど、この育成だと左ウィングなら総合値96まで行くぐらいの能力値は持ってます。なんでめちゃくちゃ良さそうに思う人もいるとは思うんですけど、やっぱインサイドレシーバーなんで中に入ってきてしまうっていうところがちょっと攻撃の再現性の低さに繋がってきたり、まあ実際にサイド張っててほしい時に中入ってくるから、ちょっとね邪魔な時というか難しい時があるんですよね。でまあ能力値はそんな悪くないんですけれども、やっぱスキル面でワンシュートアウトスピンぐらいしかいいの持ってないし、別に左サイドだけでしか使えないならアウトスピンもいらないんで、まあ優秀なスキルが少なすぎるかなと。 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあ能力値とか速さ、ドリブル面ではすごいいいんですけど、まあ波も普通でいいんですし、まあ微妙かなって感じですね。では次5位はジョルジーニョですね。身長180センチ、右利きのプレイメーカーということで、まあこの選手は正直身体能力面はキック力、スタミナぐらいしか高くないんですけど、足元能力であったり守備の部分、技術的な要素はものすごい高いもの持ってるんで、まあ DMF だと総合値91ですが、 CMF なら95いくぐらいの能力は持ってますね。でまあスキルに関しても、インターセプト、ワンパ、ピンポイントクロス、アシュラコントロール、スルーパスあたりが優秀で、 TS110 の能力はだいたいこんな感じと。まあ2ボランチの1人だったらこういう選手はまあ生きてくるかな。ほんと何でもやってくれそうなんで、まあ好きな人だったら全然使ってもいいかなっていう能力はしてますね。では次4位ジンチェンコですね。身長175センチ、左利きのインナーラップサイドバックの選手ということで、この選手も裏総合値が高いタイプですね。左サイドバックだと最大94までしか育てられないですけど、サイドハーフ型でこんな感じで育成したら裏では96ぐらいの能力を持ってると。まあドリブル、パスそれなりにできて、守備もまあ最低限という感じかな。スピード、瞬発力もまあまあ普通ぐらいで、スタミナは結構高く、スキルはピンポイントクロス、アシュラコントロールぐらいが優秀かな。まあ正直ダブルタッチとかつけてあげないとサイドハーフじゃ使えないかなって感じはしますけど、まあ左ハーフもできて中盤もできるんで、まあそれなりにスカットに入れやすい感じはするかな。 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあ色変わるとこほぼないですけど、まあ無難に何でもやれそうですね。身長も低いんで操作感も良さそうですし、まあ好きな人なら全然ガチスカに入れてもいいレベルで強いと思うんで、まあぜひガチスカで使いたいってなったらダブルタッチつけてあげることをお勧めしたいですかね。あとアウトスピンさえつければ中切り込んでいってシュートもそこそこは狙えると思います。では次3位はトーマスパーティーですね。身長185センチ、右利きのボックス2ボックスの選手ということで、まあ僕はこんな感じでバランスよく育成はしましたが、まあもっとどっかに尖らせて育成するのもありかもしれないですね。ディフェンスとかフィジカルとか、まあこんな感じが一番使いやすいと思いますが、この選手も2ボランチ結構合いそうかな。 B2B なんで 1DMF 任せるにはちょっとまあスキル的にもビエラみたいな感じでは使えなさそうなんで、2ボランチの1人として使うのが良さそうなんですが、まあ中盤はやっぱりフィジカル強くて守備できて足元もそれなりにある選手が一番強いかなと思うんで、まあまあ活躍はしてくれそうですかね。スキルは闘争心、インターセプト、ミドル、スルーパスあたりが優秀で、 TS110 の能力はだいたいこんな感じと。まあやっぱ何でもできる中盤が1人いると穴ができにくいと思うんで、まあビエラとかライカールトとかそういう選手持ってないならパーティー使うのも全然ありかなと思いますね。まあライブアップでさえ良かったら超おすすめなんで、評価は S にしてもいいかなと思います。では次2位ですね、冨安さんということで、身長188センチ、右利きの守備的サイドバックということで、この選手も裏総合値がだいぶ高いタイプですね。右サイドバックだったら89までしかいかないですが、この育成だとセンターバックなら96の能力を持ってるんで、まあさすがにビッグタイム持ってたら今回の冨安
安さんは全然狙う必要ないんですけど、持ってないなら絶対狙った方がいいんじゃないってぐらいぶっ壊れた強化はされてますね。まあセンターバックで使う上で守備能力全て90超えてるっていうのは助かりますし、スピードも元から80いってて、フィジコンも85あると。で足元能力も他のセンターバックと比べたら全然高いですし、でまあスキルはちょっとビッグタイムと比べるとブロッカーであったりマンマークがないっていうところは痛いんですけど、 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあ、CB だと総合値99の能力持ってて、まあ波普通なんでライブアップで C 環境が来たらちょっとスカットに入れにくさもあるんですけど、右サイドバックとセンターバック両方できる選手、トップクラスで両方できる選手って考えたらベンチには絶対置いとける選手だと思いますし、本当にビッグタイム持ってないなら今回ぜひ狙っておくべき選手かなと思いますね。ランキングでは2位にしましたけど、ビッグタイム持ってないなら圧倒的に1位だと思います。ではラスト1位はガブリエル・ジェズス選手ですね。身長175センチ、右利きのラインブレーカーということで、まあこの選手も相当使いやすいタイプですね。やっぱ身長175センチとそんなに高くなく、瞬発ボディコンが高いんで、まあ扱いやすさがあって、でまあスキルですね、ワンシューコンカヘンター、アウトスピン、チェイシングとかもそうなんですけど、足裏コントロール持ってるんで、まあボールキープ85ですけど、もっともっとキープ力ある感じはしますかね、使ってると。TS100 の能力はだいたいこんな感じで、まあオフェセンドリブルが90乗って、瞬発ボディコン92、96と、まあなかなかこういうライブレいないですよね。まあなんかスーパーサブ的な感じで使うのも全然ありだと思いますし、もうめちゃくちゃ合うって人はもうスタメンで使っても全然いい選手。まあライブアップで C だったら波普通なんで、ちょっとスカットに入れにくさはありますけど、まあまた来季始まったら結構安定して使える選手かなと思いますし、とにかくまあコンカアウトスピンキック両方持ってるライブレって結構貴重なんで、まあ指名契約権のやつと比べるとオフェ線が高いかボディコンが強化されてるかぐらいの違いで、まああんまり変わんないんで、正直右の指名契約のドクジェズス持ってるならまあそんなに狙わなくてもいいのかなって感じはしますかね。それでは今回ここでアーセナル CS ガチャの当たり選手ランキングの動画の方終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ今回のガチャまとめますと、まず1位のジェズスを指名契約で持ってる人、あと2位の富安さんをビッグタイムで持ってる人はちょっと相当渋いガチャになってるかなと思いますけど、指名契約ジェズス持ってない、ビッグタイム富安さん持ってないって人は、まあ、かなり引いていいガチャになってるんじゃないかなと思いますね。まあ、やっぱ富安さんはサイドバックなんで総合値低めですけども、裏ではものすごい能力持ってますし、ジェズスも相当現役の中では使用感のいいライブレ、ムバッペに次ぐぐらい使いやすいかなと個人的には思うんで、この2人が欲しい人はぜひ引いてもらって、最初に言った通り締め契約ビッグタイム持ってるなら、まあ今回のガチャはスルーでいいかなと思います。まあ残りの3位から8位の選手に関しては、まあパーティーは結構いいかなとは思いますけど、安定しそうですし、ただまあ他の選手たちに関しては一癖ある選手かなって気はするんで、ジンチェンコとかもスキル物足りないし、まあマルティネッリも能力はめちゃくちゃいいけど、インレシだったりスキルが微妙だったりするんで、まあ欲しかったら全然狙ってはいいと思いますけれども、1位ジェズス、2位富安さんがもう当たったら、まあ他の選手あんまり持ってなかったとしても正直そこで撤退でいいんじゃないかなと個人的には思いますね。それでは今回ここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。